今回は驚くべき特殊能力を持つ銃の生物たちについて解説していきます。どんな能力があるか楽しみだな。地球には様々な生物が存在し、その中には私たちの能力では考えられないような特殊能力を持ち合わせているものがいます。今回はそんな特殊能力を持った生物を紹介します。早速、解説していきます。1、モンハナシャコ。モンハナシャコとは体長最大17クム程度、これは10クム以下の種類を中心とする打撃型シャコ類の中では大型である。全体の体色は青緑色から赤茶色で、その他様々な色と模様をところどころに組み合わせられ、鮮やかで目立つ。シャコは驚異的な色覚の持ち主で、人よりもはるかに多い16種類もの光受容器を持っています。そのため赤外線、紫外線の他に、私たちが識別できない色を見ることができるのです。二つ目は、爪を使った高速パンチです。この超強力なパンチは3ミリ秒で時速80キロのスピードに達し、獲物に打撃を与えることができます。2、アルプスアイベックス。アルプスアイベックスはヤギ族に属する哺乳類の一種。主にアルプス山脈に生息する。スイスアルプスに数多く生息していたが、19世紀には乱獲により姿を消した。アルプスアイレックスはうまくバランスを保ちながら切り立った山の滑りやすい斜面でも登ることができるんです。斜面といっても垂直の壁面のような場所。どうしてそんなことができるのかというとアルプスアイレックスの小さい蹄にはとても硬い爪があるためです。3、ミーデラゴミムシ。ミーデラゴミムシは派手な体色をしたゴミムシ類の昆虫で、俗に言うヘッピリムシの代表的なものである。このミーデラゴミムシは体内でヒドロキノンと過酸化水素の混合物を生成し特別なタンクに蓄えておきます。そして身の危険を感じるとその混合物にある酵素を混ぜます。すると酵素が混ざった混合物は発熱反応を起こし、温度が一気に100度まで上昇します。そして最終的にガスとして噴射されるのです。4、ベニクラゲ。ベニクラゲ、別名不滅のクラゲと呼ばれるこのベニクラゲは地球上に生息する生物の中で唯一不死と言われています。成長段階であるポリプと呼ばれる状態に若返り、再度成長します。ベニクラゲはこのライフサイクルを繰り返すことにより永遠に生き続けることができるのです。ベニクラゲにおける細胞の細分化は文化転換と呼ばれています。科学者たちは現在、ベニクラゲの再生能力に着目し、その子細胞を活かす方法を研究中で、いずれは人間の細胞への応用も検討しています。5、ミミックオクトパス。様々な擬態を行うことで知られている。擬態を行う生物は他にもいるが、ミミックオクトパスは擬態の種類の多さで群を抜いている。天敵となる魚が近づいてくるとミミックオクトパスは自分の触手を振り始め、猛毒を持つ海蛇に擬態します。もしヒラメが近づいてきたら今度は同じヒラメに姿を変えるのです。6、鉄砲エビ。日本を含む東アジア沿岸海域に分布し、内湾浅海の砂泥底に生息する。日本各地の干潟で見られる鉄砲エビ科の中では最大級であり、よく知られた種類でもある。生体は体長50、70ムほど、さらに第一歩足は大きな首かせ足として発達し、これを含めると大型個体は100ムを超える。鉄砲エビは自分のハサミをかち合わせて大きな破裂音を出し、相手に致命的なダメージを与えることができるのです。この破裂音は、ハサミの刃が触れ合うことなく、キャビテーションという現象によって作り出されているということです。まず、鉄砲エビがハサミを素早く閉じると激しい水流が起こり、複数の泡が発生します。7、サバクツノトカゲ。サバクツノトカゲは全長73クム。体型は非常に扁平。体側面にはひだ状の鱗が一列に並ぶ。覆面の鱗は滑らか。後頭部にはやや短い角状の鱗がある。背面には赤、褐色、白、灰色などの複雑な斑紋が入る。このトカゲはなんと目から血を飛ばす特殊能力を持っています。一
見を感知するとまず動きを止めてカモフラージュでやり過ごそうとします。効果がなかった場合、砂漠ツノトカゲは天敵であるコヨーテや野生の犬に対して最終防衛手段である目尻から血を飛ばし、敵を追い払います。この血にはアリの毒に似た化学物質が含まれており、灼熱感や腫れを引き起こします。以上で驚くべき特殊能力を持つ獣の生物たちの解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。